おはようございます。翌日になりました。皆さんこの音聞こえますでしょうか。めっちゃ雨降っとる。今日も行きたい場所があったんですけども、この雨だとちょっと何もできないな。ネパール来てから全く雨降ってなかったのでラッキーと思ってたんですけども、先日はスリランカのように長くても30分1時間ぐらい降って止んでくれればいいんですよね。日本のように長くジメジメと続くのは嫌なんですけれども、パッと上がるスコールであることを期待してもう少し待ちたいと思います。雨止んでくれ。雨も上がったので早速ですが活動を開始します。まずはこれ洗濯物なんですけども、ちょっと危うくなってきたので洗濯物を出しに行こうかなと思います。今回泊まってる宿のすぐ隣が確かランドリーだったはずで、1キロ大体100円なんですよ。インドネシアも洗濯1キロ200円とかそれぐらいだったんですけども、かなり安いよね。ランドリーこれか、え、どこだ。ナイス&クリーンランドリーインサイドマート。ここに価格表あるんですけれども、明日の5時までねって言われたんですけども、実は明日の5時はもうここにいないんですよ。なので明日の朝までにしてもらって 1.5 キロで375ルピー、ちょっと割高なんですけども仕方ない。次はここを離れるということもありますので、PCR テスト受けに行きたいと思います。歩いて10分弱で PCR テスト受けられる場所に着くと思いますので、そこで受けてきます。そして懐かしの夏目さんの1000円だ。今いるエリア、なんかバスを待ってそうな人たちが後ろに結構いるんですよ。ただバス停とかないのでどうなんだろうね。バス停とかなしでみんな乗りたいところで乗るパターンなのかどうなんだろうか。こっち来たらバス乗ってないな。結構現地のローカル乗り物乗り倒すの好きなんですけれども、結局タクシーも安いのでなんかタクシー妥協してる自分がいます。余裕だったらバス乗ってみたいな。今後どうなるか分かりませんけど、とりあえずPCR テストの場所向かいましょう。今日も今日でマジで快適。温度が高くないっていうのがいいね。さっきはもう土砂降りの雨降ってましたけど、今はもうこのようにカラッと上がって、やっぱりスコールみたいな形で30分から1時間ぐらいで止んだかな。基本的にネパール信号ないので、これ今信号待ちで、信号待ちじゃないな、右折待ちで止まってるんだけど、どのタイミングでこの人たち行くんだろうな。そして私は反対サイドに行きたいんだけども、どうやって渡ろうかな。これもタイミングだよね。一応真ん中のところに警察官の方がいらっしゃるので、手動で交通整理してるんじゃないかな。ただ立ってるだけだからな、あれも。どのタイミングで行こっか。よし、今だ。このタクシーが行ったら行きましょう。どのタイミングで、あ、そういうことか。やっぱり警察官の方が手動で合図を送ってやってるみたいだわ。原始的。どこだっけな、ブータン行った時も同じ感じで、ブータンも信号がなかったので警官が路上に立って交通整理してたな。またブータン行きてえな。皆さんブータン行ったことありますか。ブータンマジでいい国だったので、ただ行くのがすごくビザが必要だったり面倒なんですけども、行ったり行ったりマジですごい国だったので、皆さん機会があればぜひブータン行ってみてください。嘘でしょ、野良牛、まさかの牛がここに。ただ雨さっきすごい降ったのでめっちゃびっちょびちょになってる。そしてハエがすごいな。はい、こんにちは。はい、こんにちは。すごいね、これペットなのかな。周り見ても別にお肉屋さんとかがあるわけでもないし、え、本当に野良牛かなこれ。まさかこんなところでこいつに遭遇するとは。それ気になるよね、ハエいっぱいたかったらね。おうおうおう、バイバイ、じゃあね。これかな、ヘルスパスロジーラボ、多分これ行ってみましょう。本当にここで PCR テスト受けられるのかな。え、本当にここでいいのか。え、どういうこと。え、どういうことだ。こっちか、こっちかな。え、分からねえ。とりあえず上行ってみるか。もう本当にここ PCR テストできるのかな。受けられる受けられないの以前の前にそもそも論で心配だわ。上行ったけども何もない。やっぱさっきの下のところかな。ありました、ここや、ここここここ PCR RDT コレクション。ただ何て書いてるか全くわからねえ。ハロー、え、いない。改めて見たらもう髪ぐっちゃぐちゃだな。早く髪切りたいわ。むさ苦しくてごめんなさい。なんとか PCR テストを受けることができそうです。ちなみに日本大使館ネパールのホームページ行ったら
PCR テスト、ここがいいよっていう病院など紹介されておりますが、基本的にその病院、厚生労働省の指定の書式使ったりだとか、安心安全、ただちょっと高いと思うんですよね。なので今回は私そこ使わずにやろうかなと思ってまして、過去何回かな、 3,4 回もコロナ禍になって帰国してますけども、基本的に厚生労働省の指定の書式使っても最初の1回だけです。なので基本的な要件満たしてれば全然 OK ですので、皆さんここ結構柔軟に対応できると思いますので、知らない方多いですよね。なのであの書式じゃなきゃダメだとか、結構ここハードル高いと思うんですけれども、最低限採取方法と検査方法さえ分かれば OK です。あの時間がやってまいりました。嫌だな。 OK。 おーいつまでたってもこのやり方は好きじゃない。ちなみにここの委員でネパールの方が日本に行く際の PCR テストやってたっていう実績があるので、実際はここ問題ないと思います。まだ入国したいんでわからないですけれども、ネパールの方が実際日本行きの PCR テストとしてここで受験テストを受けてるので、おそらくここでも大丈夫でしょう。ただ今回私あの書式、日本が求めるあの書式持ってきてないので、この施設が出す書式で行こうと思います。これで入国できなかったら笑ってください。それでは検査終わりです。ちなみに検査代1800ルピーなので1800円ですよ。めっちゃ安いよね。日本何なんでしょうね。前エミレーツのファーストクラスで出国した時は5万払ってますかね。5万円ですよ、5万円。とりあえず検査終わりましたので、また次の場所行きたいと思います。テスト終わりました。今回ここで行いました。私が泊まっているタメル地区の宿から10分もかからず歩いてくることができますので、もしタメルに宿を取っている方おすすめです。1800ルピーで受けることができました。この後は今日何もまだ食事しておりませんので、そこでいいかな。そこに食事取れそうな場所ありますので、ここで食べよう。タンバホウス、何食べよっかな。いろんなメニューあるんですけども、あ、バーガーもいいね。バーガー、モモ、あ、このモモ美味しそうだな。あ、でもこの麺も美味しそうだな。わ、モモだ、完全餃子じゃん。どうすっかな。おお、これも美味しそうだし、とりあえず中入るか。お腹すいた。メニューいっぱいあるよ。モモ、このチョウミンっていうのが焼きそばみたいなやつですね。このトゥッパー、まんじゅうみたいなやつか。バーガーがあるということで、今日は、あ、いや、麺にしようかな。麺にしよう。さて到着いたしました。焼きそばとモモ。おお、あ、餃子のやつかと思ったら違った。ああ、オッケー。ん、ああ、オッケー。あ、それはベリースパイシー。オッケーです。てなわけで失敗した。モモじゃなくて、あの餃子みたいなやつ食べようと思ったんだけども、なんか気づいたらモモ注文してましたわ。まあいいや。しかもここもここでね、10個あるのよ。10個もね、いらんのよ実は。いきます。あっ、前回食べたお店よりも癖は少し弱め、だからこっちの方が僕は好きかな。で、辛いと言ってたソースどんなもんか。やっちゃった、やっちゃった。うわー、マジか。辛いソースにドボンしちゃったよ。マジか、マジか。まあでも今日は1リットルの水買ったので、もし辛かったらこれで何とかしよう。辛くありませんように、辛くありませんように。いただきます。辛くないけど、パクチー臭がすごい。パクチーだ。なのでごめんなさい、パクチー食べるとこんな顔になっちゃうんですよ。みっともない顔でごめんなさい。続きまして、焼きそば。ちなみにパクチー抜きで作ってくれっていうのを懇願しました。だいたいこのパクチー入ってるイメージなので、ノーコリアンダーということでパクチーいらねえよと言いました。いただきます。ん、これ一番うまいわ。全然癖ないもん。正直モモはちょっと癖あるんですよ。ちょっと癖だけども、これ癖なし。うん、めっちゃ美味しい。これネパールで今回食べた食べ物で一番美味しいのがこれです。美味しい。
昨日食べた日本食も何とも言えなかったし、もももやっぱりちょっと癖が強いんですけども、これ全く癖ない。これはうまいぞ。ごちそうさまでした。お腹いっぱいだわ。なんか食後にアイスとかチョコでもいいな。ここ売ってるかな、チョコ。違うな、スナックしかなかった。チョコかアイスが食べたいんだけども、ありそうでなさそうでありそうな感じがします。チョコを探しつつ次行く場所も歩いていけないこともないんですけども、タクシー乗っていこうかな。ここまっすぐ行ったらタクシーいっぱい止まったので、そこのうんちゃんと交渉してみたいと思います。お、学校だ、みんな走ってる。そう、元気だね。あ、かもよ、入れと。わ、すごい楽しい学校だ、みんな楽しそう。何やってんだろうこれ、準備運動してんのかな。イエスジャパン、こんにちは。すげえ楽しそう。ん、シティインジャパン、札幌ノースシティ、ウィンターシーズンイズソーコールドアンドスノーリー。おー楽しそうだね。本当はここにいたいけども、私も後にしますわ。ありがとうございました。 Thank you、 バイバイ。チョコレート発見、どっちにしようかな。これにしようかな。他アイスはなさそうなので、うん、これとこれにしよう。20ルピーぐらいかな。ちなみにちっちゃい方は最低2個からやでということでした。とりあえず50出してみようかな。10 OK、 30 10 10 10 30 OK。 いい意味で勘違い。これなんと3つで10ルピーなので、自分が30ルピー出そうと思ったら、いい、10ルピーだから1枚でいいよって言われたんですけども、 Thank you。 他の悪い人だったらそのまま30ルピー受け取る人もいる中、マジでいいやつだったわ。まずこれ何なんだろうな、キャラメルかな。うん、キャラメルだ。で中にもトロッとしたキャラメルがある、ソフトキャンディーみたいな感じなので、ベルタースオリジナルを柔らかくしたような感じの味ですわ。で今いる場所、先ほど野良牛がいたエリアなんですけども、野良牛どっかいなくなっちゃったな。このエリアタクシーがかなり多いので、このうんちゃんに交渉して次の場所行こうかなと思います。次はスワヤンブナードという寺院があるので、そこに行こうかと思います。いくらで行けるかな。高くて300ルピーを予定しておりますが、あとは交渉あるのみ。さてボロボロの車なんですけども、一応メーターついてんのよ。どっちだっけな、メーター製じゃなかった気するな。メーター製じゃない国でメーターついたらマジでやばいですよ。昔 YouTube やる前にレバノン行った時はまさにそうだったんですけども、空港から街中にタクシー行ったんですけども、本来レバノンは交渉制なんですけど、俺のタクシーメーターついてるから安心やでということで、当時僕バスで行こうとしてて、バス全然捕まらなくてもうタクシーでいいやと思ったんですけども、そのタクシー乗ったらめちゃくちゃ早いのよ、メーター上がるのが。なので当時で2000円ぐらいが相場だったんですけども、4、5000円取られましたから、マジでそういうところありますので、海外のタクシーメーター制なのか交渉制なのか、そこ確認してから行きましょう。多分ネパールは交渉制ですので交渉しますが、あれ話してるうちにうんちゃんどっか行っちゃったわ。あっちにたむろってるから、誰でもいいんだ、誰でもいいんだ、私をスワヤンブナートに連れてってくれ。スワヤンブナート、イエス、ハマッチ、タクシー、イエス、スワヤンブナート500、ノーエクスペンシーブ、アイノーエクスペンシーブ500。250 250 250 250。すごい顔睨んでくるよ。300よこせと、うん、でおばちゃんがすごい怒鳴ってくる。 OK 250 250 250 250。もうたった50円ですよ、たった50円の攻防。OK? OK、 勝った、私の勝ち。なので250、250ルピーで向かいます。さてこの車に乗って向かいましょう。ゴミだらけなんだよな、ここら辺。よいしょと、よし、向かいます。250ルピーです。この後スワヤンブナート行くんですけれども、前回ネパール来た時も行きましたが、すごく景色もいいしおすすめな場所ですので、
皆さんネパール行ったら絶対行ってみてください。髪が大変だ。到着いたしました。結構にぎわってるね。駐車場も車いっぱいだしすごいわ。ちなみに外国人は200ルピーチケット入場料かかりますので、それではチケット買いましょうか。お、猿いる。はい、こんにちは。こんにちは。何食ってんの？マンゴーか。美味しそうだね、マンゴー。美味しい、マンゴー。チケット購入しました。夜もめっちゃ綺麗そうだね。それでは入りましょうか。さて入場しました。皆さんここ、あ、コイン投げてんのか。はい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 。どういうことだろう。 あの中に入れるってことか。あですね、あの中に皆さん入れようとチャレンジしてんのか。なかなか入んないね、こう見ると。なのでこの池 ものすごくコインが。誰か一人ぐらい入れてくれ。誰か一人ぐらい入れてくれ、頼む。自分がやるしかないか。このコインいくらなんだろうか、聞いてみよう。多分5ルピーだと思うんですよ。前のおじさんこのお札出したので、これで行ってみたいと思います。もしこれでいやゴールじゃねえよって言ったら、外国人価格でぼったくってるんじゃないかなと思います。2枚いただきました。もうまあいいや、とりあえずチャレンジしましょうか。そしてここら辺猿がめちゃくちゃ多い。なので食べ物持ってる方マジで気をつけてください。絶対猿取ってきますよ。あいにく私今食べ物持ってないので取られないとは思うんですけれども、だいたいこういうのって持ってたらものすごく飛びついてくると思うんですよ。こんにちは。こんにちは。うまい？おいしい？逃げないでよ。こんにちは。こんにちは。今回はコイン2枚しかないのでチャンスは2回。果たして2回で入るかどうか。まず1投目いきますよ。入れ、いきます。ほっ、全然距離短い。50センチぐらい短かったわ。2投目ですが、これが最後いきます。ほっ、かすりすらしなかったわ。猿の数もものすごい多いですが、当たり前のように犬もいっぱいいるんだよな。ネパール本当に野良犬多すぎるな。猫は1匹も見たいんですけども、犬はものすごく多いです。バニー車がありました。チベット仏教で主に使われている道具になりまして、右回りに回すと1回お経を唱えたのと同じ扱いになるみたいなんですよ。ただ逆に左に回すと悪いことになってしまうみたいなので、もしこれ回す際は右回りでお願いします。なのでこうやってくる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 やるのがチベット仏教流転でしょうか。以前ネパールの他にもブータン行ったんですけど、ブータンにもこういったチベット仏教のマニ車いっぱいありました。こちらにもマニ車ありました。こっちの方が大きいね。そして金色に輝いてます。少し上にあるところ来てみました。皆さんお祈り中なんでしょうか。何かお経が流れております。ご覧の通りここめちゃくちゃ高台にあります。歩いて来れないこともないですけども、個人的にはタクシーで来るのをおすすめします。かなりの上り坂で歩くと大変だと思います。結婚式これ、なんだろう、すごい盛大。
結構階段登ってきましたけど、まだまだ上に行かなきゃいけません。ここに来ると両サイドにお土産屋さんがあったりカフェがあったりします。そしてさっきのでっかい犬もいましたけども、犬、こいつもでかいけども本当にここ犬多いな。ここにも寝てるし向こうにも寝てるし、どんだけ犬いるんだよ。銅板かなこれ、金槌と釘で絵を描いてます。この完成形がこういったやつ、すごいな。さっきまであんだけ寝てた犬大集合を超えてワン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 、なんかあったのかな。ちょうどカメラ回したらおとなしくなるっていうね。さっきまでもワン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 すごかったのよ。美味しいか。とても大きな仏様祀られております。そしてこころうそくか、これろうそくがあって、あ、いっぱい火ついてる。そしてこの菊に来て初めて猫いた。こんにちは、こんにちは、こんにちは。もう一匹いるのかい、どっかに。どっかから猫の鳴き声がしたぞ。どこだ。非常にどうでもいい話なんですけども、ハエの数がやばいぞこれ。今まで見た中でこんなにハエが群がってるのここまで初めてだな。超ハエだらけ。ゴミ箱の上もそうだし、ここの上もそうだし、とにかくハエしかいない。やべえなここ。思い出したよ、前来た時ここ登った超急な階段なので、今いる場所が前回来た時すごく思い出に残ってるんですけども、今まで回ってきたところあんまりピンとこなかったのは違うルートで来てたからだ。これこの角度じゃ分かんねえな。狙われてるよめっちゃ狙われてるさあこれもらってどう食うんだこいつ。どうやって食べる、どうやって食べる。あ、かじる。あ、頭いいな、頭いいこいつ。おお、ダメちょうだいちょうだい綿目組んだ猿ってちょうだいよ、ちょうだいよ、ちょうだいよ。ここもここでマニ車があります。時計回りに回すのがしきたりになっております。このおばちゃん逆回りに回してるけど大丈夫かな。ちなみに逆回りに回すとあんまり良くないことが起こるみたいなので気をつけた方がいいかもしれません。
完全に日が暮れてライトアップされました。ライトアップされてからものすごい方ここで写真撮っております。やっぱライトアップされたらライトアップされたり綺麗だね。またここ午前中の方が撮るのいいかもしれません。午後だったらちょうど太陽の光あっち行っちゃうので逆光になると思うんですよね。なのでここは午前中の方がいいんじゃないかなっていう気がします。夜の雰囲気もまたいいですよね。そしてこの時間になってまた猿がものすごく増えてきた感じがします。こちらがカトマンズの夜景になります。ちなみに空港があっち側なのでちょこちょこ離陸する飛行機が見えておりました。それではこの後はもうここ後にします。何時間いたんだろうな。2時ぐらいからずっとここに入り浸ってたのでもうそろ戻ります。ちょうど飛行機が真上通過しております。さて後にしましょうか。ここ帰るときすごく大変なのよ。何が大変か、この階段なのよね。しかも超暗いのよ。暗いし急だし、皆さん気をつけてください。雨降ったら多分これめっちゃ滑るな。急階段、ただこの急階段下から見たら結構綺麗なのでまた下降りたら後ほど姿お見せしたいと思います。階段半分ぐらいまで来たでしょうか。神々しく光ってるわ。まだまだ階段は続きます。下まで降りてきました。階段辛いな。下りでも辛いから上りならもっと辛いだろうな。とりあえずマンゴージュース買ってみました。このお店マンゴージュース40ルーピーなの40円です。暑いわ。うん、めっちゃうまい。日本ってなかなかマンゴージュースないよね。めっちゃうまいわ。意外とネパール屋台飯少なくて、これなんだろうな、なんだろう、シュークリームの皮にも見えないこともないけども何かよくわかんないやつだったり、こういう果物の屋台はいっぱいあるんだけども食べ物の屋台はこれとあとコーンしかないんだよね。これここにコーン売ってる場所はあるかな。ほとんどがフルーツと、さっきのやつあっただ、これコーン、もう直火なのよ。炭の上にもう置いちゃって、でこのコーンの皮に包んで提供されるんだよね。ただあんまり美味しくない気するんだよな。他にもやっぱりフルーツとサンダル、野菜、あ、これなんだ、あ、またあれか、こればっかなんだよな。なので屋台飯ラバーの山本としてはなかなかありつけ、あ、待てよ、なんだこれ、なんだこれ、おフライドチキンあるぞ、お、ソーセージもあるぞ、でちっちゃい桃もある、あ、いいじゃんこれ、ソーセージ食べようかな。今日の晩ご飯はソーセージにしよう、決めた、ソーセージ。ちなみにポークソーセージが30ルピーということで30円です。桃あげてるんだけども僕は桃頼んでないので、まあさすがに自分の分ではない、ついでにあげてんだろうな他の人の。ソーセージ出来上がり。今日の晩ご飯ソーセージです。これでお許しください。そんなお腹空いたいんだよな。昼間の桃と焼きそばがまだ残ってますわ。もう夜遅いけども、いきます。うん、美味しい。これサクサクいいね。なかなか日本だとソーセージあげることないと思うけどこれ美味しいわ。あ、いい、これジューシーだし、肉汁はもう油で閉じ込められるか見てもらえないけど、カリッカリ、いいな、これ美味しいわ。ごちそうさまでした。美味しかった。屋台のおっちゃんにタクシーとバイクタクシーそれぞれ貯めるまで戻るのはどれぐらいが適正価格で言ったら、タクシーが250が適正
ということなので、僕が行き250できたので、まあまあ適正なんだね。そしてバイクだと120が適正ということだったので、バイクでもいいんだけどな、どうしようかな。とりあえずもう戻りますわ。すぐ隣タクシーいるので、とりあえず250で交渉して、ダメだったらバイクタクシーにしようかな。さて250で、まあ、行けるとは思うんですけどね。名前が、ホテルの名前がイエス、タメウ、いや、オッケー、ブラザー、タメウ、オッケー、250、イエス、550、オッケー、250、550よ、550よ、250、タメウ、タメウ、250 is expensive. さて250はここの人たち、250 okay, I use a bike taxi. 250. Tame. Impossible? 250. Tame. No.250をご利用したんだけども、もうあの行きと同じよ、たった50円、たった50円であの乗らないみたいな感じになってるので、もう一回このうんちゃんたちに交渉して250ダメだったらもうバイクに行きます。250 250は無理やでって言ったので、じゃあ次ちょっとバイク聞いてみましょう。バイク120が相場みたいなんですけども、ちょうど今20ルピー札使っちゃったので150にしましょう。150、タクシー、バイクタクシー、タメル、タメル、150、イエス、ピルグリムス、 OK、 150、OK? OK? OK? 交渉成立、150、150ルピーで行きます。久しぶりのバイク。ちなみにこっちバイクはノーヘルみたいです。タイのタクシーも同じだったね。ただインドネシアはヘルメットかぶってねえということだったんですけども、今回はバイクタクシーへ向かいます。やっぱりバイクタクシーなので風がすごく気持ちいいよね。こっち今そんなに暑くないんだけれども、暑くないけどもやっぱこの風が本当に心地いいわ。最高。見覚えのある場所まで戻ってきました。意外に早いわこれ、5分もかかってないんじゃないかな。なので歩いていけないこともないですね。もうこの坂登り切って右曲がったら到着っすもん。近いね。150ルピーです。うんちゃんには本当感謝だわ。タクシー使わないでバイクでよかったわ本当に。OK, it's OK, please stop. Yes, please stop here. Yes, I get the water.、Yeah. Thank you, and this is my hotel. お水買って帰ろう。ちなみにここで洗濯今日頼みました。おはようございます。朝になりました。無事に陰性証明書、ネガティブ、陰性が確認取れました。今日がカトマンズ最終日になりますので、今日はいろいろとタメル地区の中で買い物しようかなと思います。この中の買い物で今回メルカリ等々で販売させていただくような商品も買おうかなと思っております。ただしここら辺かなりトレッキンググッズあるんですけれども、こういったのコロンビアならプーマなら何やらいろいろあるんですけども、値段が値段なのでおそらくそういうことでしょう。なのでこういう怪しいやつは買わないんですけれども、現地のメイドインネパールの何か雑貨など買えればなと思っております。まだ朝9時ちょっと前なんですけど、まだお店やってないかな、ちょっと早かったかもしれんわ。まあとりあえずいろいろと探してみましょう。なんだか雰囲気良さげなお店あったの入ってみましょう。やってるかなそもそも。あ、やってない、まだか。ただ今9時なんですけども、もしかしたら10時営業開始かもしれません。ちょっと早かったかな。さてこんなちっちゃい子にはめちゃくちゃたかられてます。ごめんね、何もあげるものないんだ。何もあげるものないんだ。めっちゃたかられてるのよ。申し訳ないね本当に。何かよくしてあげたいんだけども、自分もいっぱいいっぱいなのよ。理解してちょうだいな。いっぱいいっぱいなんです私も。ごめんね、ごめんね、ごめんね。何もあげられないんだ。あ、そうだ、ジュースあげよう。ジュース、今マンゴージュース持ってるんで、ジュース、マンゴー、バイバイ。今の自分にできることはお金をあげるのは厳しいので、
あいたマンゴージュースをあげるとか、それぐらいなら大丈夫です。そんな大した額じゃないので、あれであの子が喜んでくれたら僕も幸せですわ。一番レストラン、日本料理、昨日一昨日か食べたんですけども、何とも言えなかったので今日はやめときます。日本帰ってから日本の食べ物は満喫しますわ。ネパールにもあったよ、セブンイレブン、エベレストイレブン。まあでもこの看板どう見てもね、色は違うけども、そういうことでしょう。ちょっと覗いていきましょうか、せっかくなんで。一応ネパールのセブンイレブン、まあ、至って普通のコンビニ。ただ他の商店よりかはちょっと大きいな。他のコンビニ的なお店、もっとこじんまりとしたところが多いんですけども、ここやっぱさすがセブンイレブンだね。大きいわ。2倍3倍くらいはあるんじゃないかな。日用品、食品、いろいろ揃ってます。お茶もあるし、一通りのものは揃ってるんじゃないかな、そんな気がします。以上、セブンイレブンレビューでした。コーヒーショップ千草、名古屋と関係あるのかな。名古屋の千草区、ひらがなが書いてありました。関西、日本料理かな。なのに大陸中華、日本料理。あ、そう、コンチネンタル、世界料理と中華料理と日本料理、どれか一つに絞ればいいのに。照り焼きチキン定食、豆腐チリ定食、すき焼き定食。あ、でもそこまで高くないね。唐揚げ定食も500ルピーだし、豚肉のキャベツ炒めも500ルピーだし、もちろんこっちの物価で考えたら高いけども、まあまあまあそんなに高くないな。街中には散々偽物だろうと思われる値段のお店がある中、ノースフェイスの正規店かな、見つけたので、ちょっと見てみましょう。どれくらい値段違うんでしょうか。まがい品はありえない覚悟で言ってましたからね。ナマステー。あ、懐かしいな、こんなシャツ昔持ってたな。3300ルピー。昔このご当地ノースフェイス T シャツをよく集めてた時期がありましたわ。なので例えばこのジャケットで15,900ルピー、まあ、日本のノースフェイスに比べたら安い、安い。ただまがい品があまりにも安すぎるので怪しいですけども、やっぱこれは本物でしょうね。多分前回ネパール来た時もこのお店でシャツ買った気が。なのでここを買うと日本よりも安く、しかも本物を買うことができそうです。街中に売ってるやつはかなり偽物です。値段があまりにも安すぎる。例えばこれで19,450ルピー。ペラペラのやつ欲しいんだよな。もっとこれよりもペラペラのジャケットが欲しいんだけども、売ってるかな。28,710ルピー。やっぱり本物なのでなかなかなお値段しますね。残念ながら自分の欲しいものはなかったです。ここティンバーとコロンビアのお店、街中にはかなりイミテーションと思われるものがはびこってます。東南アジアで有名ブランドのバッグとか売ってるのと多分同じ感覚でしょうね。なのですごいですよ、あまりにも安すぎて。本来2万円3万円するやつが1000円とか2000円とか10分の 1ぐらいのありえない価格で売ってますので、そういうことですよ。すごいよね、こういったパチモンは買ったことないですけども、すごいわ。まあ、例えばですけども、このパンツ900ルピーですからね。900ルピーなわけないよね、本物が。なのでそういうことなので皆さん気をつけてください。本当に至るところにパチモンだろうと思われるようなものいっぱい売ってます。この後はショッピングしましょう。今回いろいろとこういったポーチ買ってメルカリで出品いたしますので、この後どういった商品買ったか紹介して、この動画が終わった後ぐらいには出品しようかと思っておりますので、気になる方はぜひ僕のメルカリのページ覗いてみてください。今日の朝覗いてみたおしゃれなお店やってるので覗いてみましょう。クッションカバーだったりシャツなどなど売っております。何か良さげなのないかな。クッションカバーもクッションの大きさに左右されちゃうので、なかなか手を出しづらいので、ランチョンマットがあればいいよね。宿に戻ってまいりました。髪長くてすいません。今回はネパールカトマンズの滞在記お届けいたしました。カトマンズ来たのは人生で2回目になりまして、以前来たのが2014年ということで、2015年に大きな地震ネパールであったんですけど、その前でした。なので今回の滞在では以前の様子と比べて何か違うのかなっていうところを少し念頭に置いて見てたんですけども、ほとんどはあまりもう影響は受けてないなっていうイメージの部分が多かったんですけれども、世界遺産のダルバール広場の一部まだ修復が終わってなかったり、大きなところまだ修復が終わってないということで、まだまだ復興は
仲間なんだなっていうのを改めて実感しました。街中はもう普段通りです。なのでタメル地区も人いっぱいでにぎわってましたし、スワヤンブナートもにぎわっておりましたので、終わってるとこと終わってないとこの差が激しいなっていう感じでした。またネパールカトマンズ2日あれば十分じゃないかなっていう気がします。ネパールはカトマンズ以外にも見どころいっぱいありますので、第2の地ポカラ、前回行って今回行かなかったんですけども、ポカラもかなり風光明媚な場所でおすすめです。他にはルクラであったり、トレッキングの麓となる町たくさんありますので、山登りされる方すごくおすすめです。日本じゃ味わえないような高い山々が連なっているのがネパールです。今回は5月下旬から6月1日にかけて滞在していて、ちょうどもうその雨季が始まるというところだったんですけども、雨に当たったのは1回だけです。まあ、ただその時はお部屋の中でゆっくりしてたので特に影響はなかったんですけども、気温もそこまで高くなくて26、7度ぐらいかな、30度にもいかないぐらいの気温で、日差しが出てると暑いですけれども、日差しがないと心地いいです。夜も同じく心地よかったので、この時期はかなりですね、冬場になると少し寒かったりするので、今回泊まっているのは安宿だとエアコンなかったりだとか、お湯のシャワーが必ず出るという保証もないところもありますので、そういうの気にされる方はやはり高いホテル泊まった方がいいですし、今回僕泊まったホテルは1泊1300円ぐらいなので、安宿の中でも下の上って言ったぐらいかな、そこまで安いっていうほどの安宿でもないですし、高いっていうほどの安宿でもなくて、Wi-Fi が個人的にはめっちゃ早いわけじゃないんですよ、全然早くないんですけども、 YouTube の動画が家だったら30分かなって上がるんですけども、インドの空港また停電だ、今停電になりました。時々こういった停電だったり断水等は起こってしまうんですけども、仕方ないのでそこはもう割り切ってください。なのでインドの空港の Wi-Fi があまりにも遅すぎて、 YouTube の動画上げるのに1日半ぐらいかかったんですけども、ここは5時間ぐらいで上がるぐらいの速度なので、そこまで遅くないので、 YouTube やらない人なら全然問題なくサクサク使うことができると思いますので、値段と比べるとまあまあまあ別に悪くないんじゃないかなっていう気がしました。一応マリオット系のホテルもあったんですけども、今回はそちら泊まらずに安宿にステイさせていただきました。プラチナ生活持ってるからどうせなら泊まればなっていうお声もあると思うんですけども、1万円ぐらいしちゃうんだよな、それだったら飛行機に僕はウェイトを置きたいなと思ってるので、ホテルレビューはおまけ程度でお考えください。それでは今回ネパールカトマンズの滞在記をお届けいたしました。タメル地区もにぎわって本当に、で物価も安いですし、皆さんおすすめです。一度は来てみてください。今回動画以上になります。皆さんぜひチャンネル登録をして旅行者気分を味わいましょう。その際の旅費は皆さんの高評価ボタン、いいボタンです。ツイッター、インスタのフォローも合わせてよろしくお願いいたします。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではバイバイ。